何かが始まる予感がして心臓が鳴った。話が合うからってだけなのかな。友達だって思ってるのかな。風邪ひきますよ。コンセントがギリ届いて私の濡れた髪を乾かし始めた。3回ご飯食べて告白しなかったらただの友達になってしまうよって説あるし、次は絶対告白しようって。こういうコミュニケーションは頻繁にしたい方です。春の風をまずはの花のように、ずっと二人でいたいってずっと考えてた。楽しかったね。花束みたいな恋をした。俺別れたくない。